山形県で唯一日本海に浮かぶ離島、飛島。島の周囲 10.2キロ、人口はおよそ170人の小さな島。ここで10年前に設立した合同会社飛島。観光をはじめ食、産業など島で欠かせない業務を担う役割を果たしている。それでも抱える問題も。冬の間がもう最長で2週間ぐらい船が来ないみたいな時期なので、この冬をどうやって扱っていくかって、あと最近言われている関係人口みたいな人たちを増やしていきたいっていうのが大きくあって、コロナ禍で飛島になかなか人が来れないって時に、飛島にオンラインコミュニティがそもそもあれば、そういった関係人口が増やせる土台ができるんじゃないかっていうことで始めました。そこで島が抱える課題の解決、また掲げる構想の実現へプロボノという形で外部人材に協力を依頼。ボランティアの一つではあるんですけれども、自分の専門知識、自分のバックグラウンド、自分の経験、そういったものを提供してですね、その事業者の方に無償で提供すると、そういったようなものがプロボノになります。東北プロボノプロジェクトは東北経済産業局さんが主催者となりまして、東北の事業者の方が外部の人材の方とうまくコラボレーションするための一つのきっかけとしてプロボノというものを活用してみましょうと。我々が一番大事にしているのは、特にその事業の代表の方が持っていらっしゃるですね、ビジョンです。結局何をしたいんですかというところがですね、全ての最初の第一歩になりますので。様々な分野の専門家が外部人材として企業と連携するプロボノ。企業が抱える問題、悩みなどを違う目線を持った方たちと協力しながら、様々な展開をすることができるのです。東北プロボノ自体があることっていうのはずっと前から知っていたんですけれども、なかなかその自分のスキルとマッチする部分がちょっとどうかなっていうところで躊躇していた部分があったんですけれども、今回その関係人口っていう言葉にすごく惹かれて、で今回のプロジェクトに参加させてもらいました。プロボノメンバーの方からいただいたアイデアは、冬で何もないように見えるけど、そのある意味こもるような環境の中で生まれた文化がいろいろあるよね。こもるアイランドってタイトルで、島のこもる技術とか文化を発信するオンラインツアーっていうのが、コンテンツとしては生まれました。一つ目はその焼き干しというその飛島で取れた魚を焼いて日干しにするっていうものがあるんですけれども、焼き干し自体を直接送らせてもらって実際に一緒に体験していただく。でもう一つが飛島にある刺し子という文化、布に糸を縫いながら模様を作っていくっていうような文化なんですけれども、実際に飛島の文化であったり生活というものを感じられるような、そんなイベントに。体験自体好評だったのと、あとやっぱり一番嬉しかったのは飛島に来てみたいという方がほとんどだったので、うちの会社はやっぱりその当該のいろんな企業の人たちとやり取りする経験がほとんどないまま来ていて、そこがかなり成長したのかなと。メリットはいろいろあるんですけど、今まで普通に飛島に過ごしてたらつながれないような人たちとつながれる。またコロナみたいな事態になった時に人が出歩けないってなった時こそ楽しんだみたいなことも今後発信できるのかなと思ってます。プロボノに魅力を感じ一緒に協業したいという方、プロボノプログラムに関するお問い合わせは一般社団法人インパクトファウンデーションジャパンまで。お電話またはメールにてお願いいたします。